ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。こんにちは。今回はですね、トヨタのライズというものですね、新型車ライズですね、ダイハツのロッキーと姉妹車ということなんですけども、ライズをですね試乗してきましたので、そのあたりのね、お話をね、させていただこうと思います。まずはですね、車の形なんですけども、もう、かっこいいの一言ですね。かっこいいです。今風なデザインって言えば今風なデザインですね。各所にですね、LED とかついてますし、なんて言ったって、若者向けに作られていると思います。はい。まあ、かつてですね、初代のラブ4がですね、そういった位置づけの車だったと思うんですけども、そのあたりは、まあ、デザインのね、その流行の違いといいますか、丸みを帯びたデザインだったんですけども、今はですね、逆にちょっと角張ったようなデザインがですね、主流になっておりますので、今風のデザインに沿った形のですね、非常にですね、いい、デザインだと思います。で、乗り込んだ時にですね、やっぱちょっとしっかり感がありましたね。まあ、1リッターというセグメントにも関わらずですね、ちょっとですね、まあまあ、ワンランク上のお車に、感じました。これは、ダイハツさんのですね、生産技術の、まあ、スペックがですね、相当いいということになるかと思います。それで、走り出してみたんですけども、1リッターのターボということだったんですけども、ターボ車特有のですね、低回転のトルクのなさがですね、あまり感じられなくてですね、どちらかというとマイルドな感じの加速感でですね、低速域からですね、ちょっとモリモリって感じの、トルクが出ている、そういうセッティングになってました。なのでですね、高速向けというよりはどちらかというと、街中で扱いやすいようなセッティングになっているということになるかと思います。あと、ハンドルがですね、結構クイックな感じで、FF 車にありがちなですね、ちょっと重たい感じのではなくてですね、回答性が比較的いいと、そんな感じしますね。これは多分エンジンがですね、かなり小型になってると思いますので、エンジンの、まあ、その小型化が、まあ結構効いてるのかなっていう感じですね。重量配分が多少ですね、後ろ側の方に、振ってるような感じでですね、回答性がいいですね。太いタイヤ履いてるんですけども、結構こう、くるくる回って、街の中でも通り回しがいいような感じがします。まあ、あとはですね、ちょっと気づいたことなんですけども、後ろに乗ってるとですね、突き上げ感がですね、多少ありますね。フロントはいいんですけども、後ろの席に乗りますと、やっぱりどうしてもリアのですね、足回りのセッティングなのかどうか、その構造上ですかね、その辺のですね、突き上げ感っていうんですかね、そういったものがですね、ちょっと感じられましたね。まあ、それはですね、やっぱりどうしても後ろの席に乗られる方はちょっと申し訳ないですけども、やっぱりちょっとコストの関係で、まあ、そういうセッティングになってしまう、そういう構造になってしまうのかな、っていう感じがしました。この辺はですね、旧大点だと思いますので、まあ特にですね、大きく気になることではなかったですね。あと、良かったところは、やっぱり、小排気量なので、アイドリングの時にかなり静かなんですよね。マフラーから出てくる、音とかも、排気の量とかも、やはり、1リッターなので、どうしても少ないです。なので、静かですね。比較的静かな方だと思います。
まあ、あと、ライズで、ちょっと、なんかデメリットがあるとすれば、やっぱりタイヤサイズがですね、多少大きいので、タイヤがすり減ってきたとき、C 車のときはいいですけども、交換するときにですね、ちょっと高価な、部類に入ると思いますので、ちょっとその辺の消耗品関係でですね、普通のアクアですとかね、ルービーですかね、とかパッソですとか、そういった車屋なんかよりも、タイヤ代が高くつくっていう、そんなとこですかね。あと、まあ、燃費に関しても、まあ、それなり、まあ、2リッター15前後ぐらいで平均値が取れるんで、上等かなって感じでしたね。まあ、一時的にはですね、リッター20近く出るかもしれないですけども、まあ、平均値を取るとですね、15前後ぐらいなんじゃないかなっていう、そんな燃費だと思います。まあ、ちょっと簡単ですけど、まあ、そんな形でですね、ライズの試乗をした上でのですね、感想を述べさせていただきました。非常にですね、おすすめな車で、初めて運転、免許を取って、運転され、車を買われる方はもちろんですね、安全装備もちゃんとついてますので、高齢の方でもね、中高年の方でも、取り回しやすくて、本当に今風なシルエットにもかかわらず、ちゃんと抑えるところは抑えてて、それから価格も、真ん中のグレードだと170万ぐらいからあるそうなので、比較的、まあ、リーズナブル。いいとこ取りのね、車を、出していただいたなと思った感じがしました。まあ、これはですね、多分アジア圏でですね、とかヨーロッパとかの方の、マーケットを、まあ、やっぱりその意識した作りになってるっていうのは、まあ、多分間違いないと思うんですけども、日本人においても、日本の国内においてもですね、非常に取り回しやすい、形でですね、いい車としてね、出来上がってると思います。すごいおすすめです。もしね、検討されてる方がもしいらっしゃればですね、一度試乗していただいてですね、何かこう、自分納得して買われればいいかななんて思ってます。はい。はっきり言っておすすめの一台ですね。はい。そんなところでですね、動画にさせていただきましたので、どうもご清聴ありがとうございました。今回はこの辺りで失礼いたします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ポチッとするだけですので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。マイクでした。